こんにちは。こんにちは。9月13日月曜日のマンデーベースボールです。本日の司会進行は新人 AD の大村雅人が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。早速今回の解説者の方ご紹介いたしましょう。ミスタードラゴンズ、マンデーベースボール5回目の出演ですかね、立浪和義さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。なんとなくどんなイメージとかって持ってます？いや、自分でも一回見たんですけども、はい、活躍してる旬な選手を取り上げて、はい、まあ、そこにまあ自分コメントさせてもらうんですけども、まあ、なかなか楽しい企画じゃないかなと思ってます。実は6月いっぱいまでアナウンサーをやっていまして、ええ、で立浪さんとCS プロ野球ニュースですとか、はい、スワローズベースボールライブでご一緒させていただいたんですけれども、覚えてます。もちろん覚えてます。神宮でねやらせてもらったですよね。ありがとうございます。でちょっと始まり方プロ野球ニュースっぽい感じで、そうですね、そんな感じがしました。あ、そうですか。不慣れなところがたくさんあると思いますが、本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。先週いろんなニュースがあったかなって、まあ、僕なりにまとめてみたんですけど、まあ、佐藤選手ね、こうちょっとこう不振が続いて、まあ、ちょっとバットに当たらないような状態、2軍でしっかりと調子を上げて最後のこの大事な戦いの時にもう一回帰ってきてこういう一発が打てればね、チームにとってはかなりプラスになると思いますし、まあ、そこに期待したいですよね。まあ、山本投手はもう絶対的ですよね。まっすぐも速いですし、変化球もいいですし、落ちるボールもありますし、これは今球界ナンバーワンですよね。まあ、鈴木誠也選手の6戦連発なんていうニュースは、いや、すごいですね。まあ、オリンピックあたり少し調子悪かったんですけども、夏場から夏場以降ですよね。本当に力のある選手はここから活躍しますから、まあ、さすがと言いましょうかね。もうすごいホームラン打ってますもんね。立浪さんの目から見る鈴木選手の凄さとは？いや、まずね、毎年打率3割超えてホームランも30本前後はね、必ず打ってますから、そこがすごいですよね。今年特に無観客の時とかのバットとボールに当たる音ですか、パカンっていう音がちょっと違いますよね。まあ、それだけ、まあ、しっかりとしたポイントと、まあ、インパクトの強さ、まあ、これが兼ね備えられてるから、まあ、こういう結果につながってるんじゃないかなと思いますね。セ・リーグ打者部門で7、8月度の月間 MVP に輝きました。立浪さんが考える月間 MVP が持つ価値、ホームラン、打点、これがやっぱり一番打者ではインパクトが強いと思うんですけども、自分が、ね、活躍しても他に、ね、こう活躍してる人いれば意外とこれ取れそうで取れない賞だと思うので、これは選手すごく嬉しいと思いますね。うん、これ立浪さんは2004年の5月6月で、はい、打率4割1分2厘と6月が打率4割3分という、これはもう毎日打ってる感じでしたよね。バッティングを掴んだんじゃないかという錯覚に陥るぐらい、やっぱ月間4割ったらもうほとんど毎試合2本のペースでなんか打ってるような感じはありましたから。1ヶ月通して数字を出し続けることって相当難しいんじゃないでしょうか。調子のバロメーターってやっぱり1ヶ月周期ぐらいですか。絶好調っていうのは絶対ずっと続かないので、1ヶ月ってすごいなと思いますよね。試合が少なかったんじゃないですかね。85打数35安打というのが2004年5月、立浪さんでした。見事、これが初めての月間 MVP だったみたいなんですね。あ、そうなんですね。これ意外ですね。9月に入ってもまだなお勢いは衰えず、4割超えてホームランもいいペースですから、2ヶ月連続十分可能性ありますね。で、鈴木選手にしたら、まあ、本人も納得いかないようなバッティングが続いていた中で何かこうきっかけあったんでしょうね。すごく今ボールをこうなんか呼び込む間って言いましょうかね。もうその場所でこう自分のポイントまでボールを待ってるという、だから見ていて打ちそうですもんね。ホームランバッターっていうのは打つときはもう本当に続きますね。で、相手バッテリーも当然警戒するんですけども、不思議とその吸い込まれるようにこう甘いところにねパカッとこう行かれるんですけどもね、やっぱりそういう、こう雰囲気であったりオーラが打席の中でピッチャーも感じてしまうんでしょうね。神ってるパート2じゃないですか。神ってるパート2、パート2です今ね。おお、野球少年に向けても、はい、なんかこう日々の積み重ねっていうのはやっぱり根本にあるんじゃないかっていう、まあ、自分たちのも子供の頃そうだったんですけども、野球教室行ってもよく
どうしたら野球が上手くなりますかっていう、そういう質問多いんですけども、まあ、自分が答えるのは、まずはあの少ない本数でもいいので、もうね、10球、10本でも、50本でも、それを毎日こうずっと根気よく続けること、決めたことをやっぱり決めただけやるっていうことは、自分のこの精神力も根気であったりね、まあ、そういったことも、やっぱりこう力になっていくんじゃないかな。で、あのマンデーベースボールの恒例のリレー企画というのが実はあるんですけど、ね、ありましたね、はい、来週藤川球児さんが、でもこの間藤川さんとはやりましたよ。そうですよね、他の解説者の方に野村博樹さん、そうですね、谷繁さん、谷繁さんないな、別にないんですか。はい、そうですか。じゃあ逆に立浪さんに聞きたいことを、あの今度僕質問集めてきます。多分ないといいと思いますけど質問に聞きたいことなんてないと思います。視聴者の方がね、もし何か聞きたいことがあれば、あ、そうですね、今度ぜひ、はい、何でもお答えしたいと思います。ありがとうございます。ということで立浪さんの何でも質問に答えようのコーナー、乞うご期待ということで、お忙しい中立浪さんありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。スパークも見てね。